瑞穂区の三剣小学校で今日、日本一速い高校生が児童と走るイベントが開かれました。このイベントは運動や陸上競技に興味を持ってほしいと、名古屋市教育委員会と中京大中京高校が企画。今年のインターハイで優勝した選手を含む中京大中京高校陸上競技部の8人と小学生およそ300人が参加しました。高校生がそのスピードを見せると児童たちからは歓声が。その後、高校生と児童たちに分かれてリレー対決を楽しみました。あのくらい速く走れたらかっこいいと思うので、陸上にも少し興味が湧きました。陸上を1回でいいからやってみたいと思います。もう憧れちゃいます。